おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2068です。はい、今回紹介するのはですね、前回組み立てたのがこちら、マスターグレードのミッションパック B タイプ&K タイプ。こちらの中の K タイプを前回組み立てまして、その前に紹介したのがこちらですね、 B タイプ。こちらをね、組んでいきましたけど、今回はですね、以前と同様にこちらのね、ミッションパックの方を以前紹介しました、こちらですね、マスターグレードのガンダム F90 ですね、こちらの方に取り付けていきまして、 B タイプそして K タイプという風にやっていきたいと思います。はい、まずはですね、 B タイプの方がいきたいと思いますが、こちらのですね F90、 こちらからね、外さなきゃいけないものがね、結構ありますんでね、それをやっていきたいと思います。とりあえずね、いつもと同じような感じでシールド、これはいらないんで外してしまいます。サーベルのキューブですね、これは外れる必要性がなかったんですけど、これですね、そろそろ接着したいと思います。で、手首パーツに関しましては、ライフルは使えませんので、ライフル用の手首パーツ、それとライフル本体は外しておきます。で、こちらでも使えませんので、今回はですね、グータイプにしたいと思いますので、右手ですね、こちらの手首パーツを用意しておきました。はい。で、この状態から次にね、いろいろ外していきましょう。まずは肩のパーツですね。こちらのキブパーツといいますか、カバーパーツを、これを外してしまいます。で、これが外し終わりましたら、今度前腕ですね。前後のこちらのカバーもいりませんので、これもカバーパーツ外しておきます。はい。で、さらに腕を広げまして、サイドアーマーではなく今度脚部ですね、ここのカバーパーツいりませんので、カバーパーツ外してしまいます。相変わらずちょっとね、脚部のカバーパーツ外しにくいです。はい。で、最後にバックパックですね、これに関しましてはカバーだけではなくバックパック全体ですね、これは外す必要性がありますので抜いてしまいましょう。はい、これで F90 単体の方ですね、準備ができました。ではですね、 B タイプの方のパーツつけていきたいと思います。まずはですね、脚部パーツからいきましょう。脚部パーツに関しましては、こちらのパーツをここにブスリと差し込むだけです。はい。特にですね、こちらに関しましては両サイドにピンが入っておりますんでね、こちらの部分をブスッと差し込んで斜めとかね、こういう調整は効きません。まっすぐ前を向くという感じですね。はい。こんな感じで脚部パーツつけました。そしたら次に前腕ですね、腕部パーツつけていきたいと思いますが、内部にですね、ピンがありますんで、外したね、カバーのところに対してつけていけば OK です。はい。こんな感じでね、つけていきましょう。はい。一応こんな感じ。で、最後に、まあ、バックパックありますけどね、肩アーマーの方をつけていきたいと思いますが、肩アーマーに関しましては、ここですね。こちらにブスリと差し込むだけです。で、こちらもですね、先ほどの脚部と同様に、肩アーマーのこちらのパネルといいますかね、ここのところに直接こいつがね、刺さってる感じになっております。ここの部分でのこういうひねりは効きませんのでね、ちょっとここはね、ちょっとでもひねりが効いたりとかね、ボールジョイント稼働だったら、ちょっとね、表情付けができてよかったんじゃないかなと思いますけど、こんな感じ。で、最後にバックパックですね。ここに対して、こいつを設けると。最初やりづらい場合はね、上に向けてしまって、可動域というかね、こういう風にスペースを確保した状態で、ここにね、ブスッと差し込むのがいいと思います。はい。これで B タイプにすることができました。はい。まあ、重装備感がだって結構いいんじゃないかなと思います。ただですね、私の感覚としましては、前腕のこちらのね、カバーパーツといいますか、これが青い。で、肩アーマーの接続部分も青いので、ちょっとですね、全体的に軽く見えるかなっていう感じですね。背中の部分もちょっと青くてね、これが黒とかね、もっと暗いグレーとかだったら、もうちょっとね、重厚感あるっていうかね、重装備感が出たんじゃないかなと思いますけど、ちょっとこの青い感じでね、軽めに見えてしまうのがちょっと惜しい感じがするかなと思います。はい。ではですね、早速稼働範囲とかちょっと行きたいと思いますが、可動範囲に関しましては、腕はですね、基本的に変わらないんですが、ここですね、バックパックのこちらのね、キャノンついてるキブ部分、こことアーマーがちょっと当たってね、動かしにくく感じる可能性がありますんで、この辺ですね、接触しないように注意しながら動かす必要性があります。跳ね上げはそのままできますが、こちら肩アーマーのね、こちらのパーツが当たってしまいますんで、この辺がちょっと狭くなるかなと。で、前腕パーツも結構ね、デカめになっておりますので、肘曲げるのは変わらないですがね、ひねったりとかするときにちょっと影響が出そうですね。うん。この辺はね、動かすときにちょっと注意が必要と。あと、ちょっと前腕パーツがね、重くなっておりますんで、肩のね、接続部分、これがちょっとね、へたってきてると、これがね、ガクッと落ちる可能性がありますんでね、そこだけちょっと注意かなと思います。はい。以上、こんな感じ。で、脚部パーツに関しましてはね、先ほども言った通り、こちらね、ひねりが効きませんが、太ももの可動とかね、これね、変わっておりませんので、問題なく動かすことができるとなっております。頭部周りもそうですね。首周り、特にね、干渉物今のところありませんので、問題なく動かすことができます。基本的な可動範囲はそんな感じとなっております。で、こちらね、B タイプのに関しましては、ここの部分がね、こうやって前方に動かすことができますんで、こんな感じにすることができると。ただ、こうした時にアンテナですね、ここのところのスペースがあまりないので、引っ掛けてね、ポキッと折らないだけ注意が必要かなと。
根元部分はねちょっとひねられるような可動があればよかったなと、前後以外にね左右にもちょっと触れるようなギミックがあればよかったかなって感じです。で、肩幅の接続に関しましては先ほども言った通り、こちらガチッと固定されちゃってるんでね、ちょっとハの字に広げることができるとかね、根元の部分がボールだった方が扱いやすかったんじゃないかなと思います。はい。で、サイドアーマーちょっと取れましたね。これがだんだんね、パーツを組み替えていくと下手ってくるんでね、ちょっと補強する必要性が出てきそうです。はい。で、あと肩アーマーについてはこちらのパーツに関しましては蓋をね、開けることができますんで、パカッと開けてね、このような感じで、これはミサイルなのかな？一応こちらを露出させることができると。で、全パネル展開することができるというふうになっております。はい。で、脚部もね、同じ構造となっておりますんで、脚部のね、パネルも展開することによって、このようにね、ミサイルを露出させることができますので、こんな感じでね、フルバーストみたいな感じにすることができると。で、腕にも多分ね、ついてるみたいなので、肘も曲げつつね、まあ、こんな感じにすると、フルバースト状態にできると。ただ、こちらに関しましては、全部ね、一体成形みたくなっちゃってるんで、こっからね、発射した状態はできませんので、後々ですね、ミッションパックの方の発売がね、進んでいくと、以前紹介したやつもね、付けられるようなエフェクトパーツみたいなのが出てくれるんじゃないかなと、軽く期待しております。はい。こっからですね、煙と一緒にこう、見せるんで先端とかが出てるやつが、こう、各所に取り付けられるだけでね、もっと派手になると思いますんで、ぜひともね、立体化してほしいと思っております。はい。まずこちらが B タイプというふうになっております。ではですね、このまま引き続き、K タイプの方に行きたいと思います。K タイプにするためには、脚部に取り付けたこいつをまず外します。で、外しましたら、ここの部分に関しましては、もうカバーをつけてしまって OK です。で、前腕パーツも外しますが、前腕パーツ、これのですね、左は外しておきます。右はカバーパーツをつける必要性があります。はい。こちらもね、外しまして、カバーパーツを設けていきましょう。肩アーマーは、そのままね、カバーパーツなしの状態でいいです。ここの部分がちょっとね、特徴的かなと。今までは左右共通でね、くっつける必要性があった部分が片方だけしかつけないというのがね、ちょっと特徴的になるんじゃないかなと思います。肩のでっかいやつ、これもね、外してしまいましょう。で、これが外し終わりましたらバックパックですね。こちらも外しておきます。で、バックパックに関しましては、元々のやつに戻す必要性はなくね、何もないこちらの状態にしておきましょう。はい。これでですね、F90 の方の準備できましたので、各パーツをつけていきたいと思います。あ、バックパックはですね、元々のやつにする必要性があるみたいですね。こちらのパーツにしてあげて、カバーを取るという方式みたいですね。はい。こんな感じにしますよと。これで本当にね、準備ができたという感じになりますんで、早速ね、パーツの方をつけていきたいと思いますが、だんだんやっぱり緩んできてますね。ちょっと補強しておきたいと思います。はい。で、準備できたのでパーツをつけていきますが、こちらですね、これが肩アーマーですね。これが上のところにズボッとはまります。ちょっとはまる位置がね、把握しにくいんで、ちょっと探り探りになると思いますけどね。そんな感じでズボッと入れていきましょう。はい、はまりました。で、反対も同様に入れていきますよと。で、これがね、つきましたら、今度はですね、ぐるっと回して、ここの部分のフックっていうかね、これを開けまして、ここに対してこちらのパーツを取り付けると。で、このパーツがですね、ここにズボッとはまりますよと。で、はまったら閉じると。これはね、今までと同様になってますんで、こんな感じにします。で、バックパックの中心部分、ここに対して、こいつをね、ブスッと差し込みます。はい。で、これがね、できましたら、この部分ちょっとね、調整しながらになりますが、こんな感じにして、こちらをね、ピンパーツ。やっぱりサイドアーマーですね。これちょっと来てますね。ちょっと補強しておきたいと思います。で、ここの部分に対して、こいつがはまりますよと。で、はまるときに、こちらの丸い筒が後ろ向くんではなく、前方を向かなきゃいけないので、ここの部分強引にね、こうリード線グイグイと曲げてあげながら前腕のここに差し込むという風になっておりますんでね、こちらのリード線のテンションにね、いずれ負けると思いますんでね、関節補強しておいた方がいいと思います。はい。これで基本的な装備が完了となります。で、こちらのね、シールドパーツ。これがですね、展開してない時も常に前に出すと。なので、どっかにね、後ろにあって使う時に出すんではなく、常に手に持たせてここにつけておくという形みたいですね。はい。で、つけるときには、こちら手首パーツですね。こちらの今、グーパーツになってますけど、これを外しまして、ビームサーベルとかね、保持させるときの丸い指パーツですね。これを用意します。で、まずはこちらの部分ですね。このシールドの基部パーツの内部のところに対して、指をここに引っ掛けますよと。で、これが引っ掛け終わりましたら、このパーツをまず手首パーツですね。こちらの部分に取り付けていきましょう。
で、これが準備できたら、ここにね、取り付けたパーツにブスッと差し込んで固定すると。うん、こんな感じですね。これで装着の方が完了したというふうになりますので、まあ、ベースとしてはこんな感じなのかなと。多分戦闘スタイルとしてはこっちでね、シールド展開してビームライフル持ったりとか、ビームサビルで戦うみたいなね、多分そんな感じじゃないかなと思いますけど、こんな感じです。肩アーマーがね、結構ごっつくていい感じですね。ただちょっと首周りがね、というかアンテナが干渉しそうでちょっと怖いですね。一応腕に関しましては、右に関しましてはそのまま動かすことができます。ただ左はですね、リード線の影響でかなり動かしにくいというかね、こちらに引っ張られる可能性がありますんでね、ちょっと注意が必要かなと思います。バーニアノズル稼働します。で、腰のひねりとかもね、変わらないんですけど、これですね、リアアーマーのこちらのね、取り付けられたパーツと、このリード線、先ほども言った通り、この辺がですね、いろいろ影響出そうなのでね、動かすときにはちょっと注意となっております。それ以外の部分は基本的に変わらずという感じですね。はい。で、こちらの一番のギミックですね。それに関しましては、こちらですね、腕をね、とりあえず若干前にでも出しておきましょうか。はい。ある程度ね、高さ出しておかないと、多分これつけた時にね、地面にこうやってくっつく可能性がありますんで、ある程度ちょっと高めにしておきまして、こちらの白いパーツですね。これをこっから外してあげますよと。で、外す時にね、折ったりとかしないように注意しながら、ここを外してあげて、まずはこちらのね、ビームシールドの方に対して、先ほど外したこちらのパーツをプチプチっと入れていきます。はい。で、これがですね、すべて4つにね、つきましたら、あとはこちらのパーツをここに対して、ブチンと入れてあげると。こんな感じですね。しっかりドロックされます。ただ、こちらのね、パーツがついたおかげで、またね、ぐっと重くなりますんでね。多分、リード線で支えるような形になると思いますけどね。関節もちょっと補強しておいた方が良さそうですね。はい。一応、こんな感じで展開すると。はい。これはこれでいい感じですね。肩アーマーのね、ちょっと大きさ。あとはシールド。なかなかいいバランスじゃないかなと思います。肩もですね、こちら、先ほどのね、こっちの B タイプに比べて、青系っていうのがね、なかなかいい味出してると思いますね。はい。ちょっとね、B タイプの青はですね、ちょっと軽く見えるんですけど、こちらのね、ちょっとマッシブな感じの肩アーマーが青っていうのはね、まあバランス的にはなかなかいいんじゃないかなと私は思っております。はい。一応このような感じでね、展開することができました。はい。ということで、B タイプとね、K タイプを組んでいきましたけど、それぞれね、悪くはなかったと思います。ただちょっと B タイプに関しましてはね、脚部の部分の自由度がちょっとね、パーツの方が振りがあんまり効かないっていうのがね、気になったのと、肩アーマーですね。こちらも同様にあまり動かないっていうのがちょっと気になったかなと。カバーが展開できるっていうのはね、いいんですけど、できることなら接続部分でちょっと上に上げたりとかね、斜めにしたりとかっていうちょっと微調整ができる方式の方が遊びやすかったかなと。あとは、色合いですかね。バックパックだったりとか前腕パーツが青い。これがですね、ちょっとね、私の中では B タイプの重装備にしては青がね、強くてね、軽く見えちゃったんでね。これもうちょっとね、黒とか、濃いグレーとかね。もうちょっと重厚感あるね、重たい色だった方が私は良かったような気がしました。はい。そしてこちらのね、K タイプ。これはですね、まあ肩アーマーのね、ボリューム感とかね、それは結構良かったかなと思いますけど、左腕にね、取り付けてるこちらの大型シールですね。こちらを接続しているリード線。これがですね、ちょっと硬いということで、後々ね、引っ張られる可能性があるんでね、まあ、うまくね、ぐっと曲げた状態でキープしてあげればね、この形にバシッと構えられるんですけどね。これがですね、ちょっと振ったりとかすると、こっからね、劣化してくるとスポーンと抜けたりとかする。あと肩とかね、この辺から抜ける可能性が出てくるので、事前にね、F90 単体の方もね、ちょっと補強しておく必要性がありそうですけど、まあこれはこれでなかなかいいバランスかなと。一応説明書のね、最終的なイラストっていうかね、それに関しましてはね、ビームシールド展開してるだけなので、これ専用の武器。まあ例えばちっちゃいビームライフルとかね、もともとついてるビームライフルでもいいんですけど、これ専用のね、ちょっと形状の違うビームライフルとかね、実銃みたいな感じのものがあったら良かったかなと思いましたけど、まあそれぞれね、B タイプ、K タイプ、組みやすかったし、つけてもね、かなり印象が変わるんで良かったんじゃないかなと思います。はい。ということで今回ですね、マスターグレードのミッションパック B タイプ&K タイプ。こちらの方の、まず B タイプの装備、それから K タイプの装備という風にやっていきました。はい。ということで次回ですね、次回は、とりあえず F90、今のところ最終とさせていただきます、比較編としてね、以前紹介しました Q キット。こちらの方の F90 と今ね、中心におります F90 マスターグレード。これのね、軽い比較。それと、Q タイプと今の MG の方で同じね、ミッションパック出ておりますんでね。それの違いみたいなのをちょっと見ていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。